タイラー・ミラーはアメリカ合衆国出身のサッカー選手。ミネソタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションは GK。2015年1月15日に開催された MLS スーパードラフトで2巡目でシアトル・サウンダーズ FC に指名された。しかしその4日後、ドイツ・レギオナル・リーガの SVN ・ツバイブリュッケンと契約を結んだ。2015年9月7日。 ユナイテッドサッカーリーグのシアトルサウンダーズ FC にと契約を結んだ。3日後のアリゾナユナイテッド SC 戦で加入後初出場し、4から0の勝利に貢献した。2017年12月12日に開催された MLS エクスパンションドラフトでロサンゼルス FC に指名された。2018年3月4日のフルス、シアトルサウンダーズ FC 戦で加入後初出場。 同試合では4セーブを記録し、1から0のクリーンシートでの勝利に貢献した。2020年1月16日、総額20万ドルの金銭トレードでミネソタユナイテッド FC に移籍。契約は2022年までで延長オプションもついている。U-23 代表チームでのプレー経験がある。2019年6月、A 代表0キャップながら、 第3キーパーとして2019コンカーカーフ、ゴールドカップ参加メンバーの1人に選ばれた。なお試合には出場せず、大会を終えた。シアトルサウンダーズ FC ロサンゼルス FC、ありがとうございます。